業務スーパーの豆腐を冷凍庫で凍らせて解凍して、家で高野豆腐にして作って食べました。今から豆腐を、これ豆腐ですね。業務スーパーの1丁42円の豆腐。340g で42円やから安いと思いますね。で、これをね、高野豆腐にするんですよ。高野豆腐って本来、高野山で豆腐を作って保存するのに、干してたら凍ってしまって、で、戻したら高野豆腐になってた。で、昔の名前は凍み豆腐、凍らすから凍み豆腐とか凍り豆腐とか言うたんですけど、それをまあ、高野山のお寺さんが名物、精進料理かなんかにしたのかな。で、高野豆腐と言うんですけど、本来、豆腐を凍らせて、凍り豆腐にするとか、凍み豆腐にするんですけど、それを自分の家で、高野豆腐高いんでね、高野豆腐それで炊くと、買うと高いので、一番安い豆腐を冷凍庫で凍らせて、で、解凍しました。ちょっと切ってみますね。切れたかな。うわ、手がつりそう。ああ、三脚を抱くようにしようか。危ないけど、三脚を抱くようにしますね。ザクッと。見て、わかりますかね、切り口。豆腐というより、高野豆腐になってるんですよ、これですでに。一旦凍って酢になってるんですね。で、うわ、ボトボトっと清水出るな。で、酢になって、ちょっと向こうで切りますね。酢になってしまってるんです。中が酢になって、乾燥した高野豆腐が、高野豆腐を水で戻した状態になってます。で、これを分かりやすいように、煮物にしたら分かりにくいので、生姜じょ、あ、砂糖醤油でちょっと炒めていきますね。高野豆腐の砂糖醤油、さっき甘辛炒めにしようか。その方が分かりやすいと思うので。じゃあ一旦切りますね。高野豆腐を砂糖と醤油でちょっと炒めていきましょうか。本当はね、煮た方が美味しいんでしょうけど、やっぱり煮ようか。だしで煮た方が美味しいな。変なことするより、煮てしまおう。ちょっと煮汁取ってくるか。豚ホルモンを作った時の、育ててる煮汁があるって、以前の動画見てる人で知ってる人がいるかもしれませんけど、育ててるんですよ。それをまあ使って、わかります？豆腐と違うでしょう。ほら、ちょっと近づけましょうか。酢のところ、こんな酢の入り方、豆腐しませんよね。高野豆腐の酢の入り方でしょう。一旦切りますね。これです。本日1食目。豆腐を高野豆腐にして煮て食べる。業務スーパーの豆腐を自分で高野豆腐にして食べる。完成しました。9月3日の食事前の体重を測っていきます。携帯の重さ、 T シャツ、トランクスの重さを引いて200グラム引きますね。
体重 54.0、 体重 54.0、 200g 見たら 53.8 か、 11.0% 減りすぎやな。基礎代謝 1291、 お腹通したからな。内臓脂肪レベル2、筋肉量 45.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5、 ちょっと食べて増やさなあかん。体重 54.0 だから 53.8kg ですね。体脂肪率は 11.0、 基礎代謝 1291、 内臓脂肪レベル2、筋肉量 45.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度最後、体重 54.0、 携帯と T シャツとトランクスの重さ引いて 53.8、 基礎代謝 11% です。9月3日1食目自家製高野豆腐食べてきます。業務スーパーの豆腐を冷凍庫で凍らして解凍して高野豆腐にしたやつを食べていきます。あ、ちゃんとじゃないか。いただきます。豆腐やったやつです。うん、高野豆腐になってる、ちゃんとなってる。あー、おいしい。歯ごたえがね、まだ全然違う。豆腐とは違う歯ご、全く違う歯ごたえになってます。舌触りというか。あ、おいしい。ほんとおいしい。あ、肉のロールカンブレ。コーヒーとかお茶以外、水分以外は何も取ってないんで、24時間ぶりの一食目は、まあ空腹効果もあってむっちゃうまいです。あー、おいしい。あー、幸せや。高野豆腐がね、安ければいいんやけど、で、豆腐余らして急いで食べるとか、煮てちょっと2、3日引き延ばして食べるぐらいやったら、もう凍らしてしまって、高野豆腐にしちゃったらいいんですよ。豆腐の安い時に大量に買い込んでおいて、ちょっと食べるの無理かなと思ったら、冷凍にしてくれやんって。卵と閉じても美味しいし、うん、卵、しいたけ、高野豆腐で煮たやつは美味しいですよね。懐かしい。家庭の味ですね。あー、幸せ。あ、美味しいもの食べてる時が一番幸せですね。ついついがっついてしまう。ゆっくり食べた方がいいのに。あー、おいしい。
9月3日1食目高野豆腐の煮物完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録お願いします。